TIE とガレリアのコラボピッシュが発売中。詳しくは概要欄の URL から。はい、どうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。はい、というわけで今回の動画なんですけど、以前パッチノートの情報を元にしたアップデート内容の検証動画を投稿させてもらったんですが、毎度ながらこの Apex Legends というゲームはですね、アップデートのたびにパッチノートにはなぜか書いてないサイレントパッチとか裏アップデートがあるんで、そちらの方をちょっと情報を集めまして今回の動画で取り上げようかなと思います。で、サイレントパッチとあとはシーズン21ならではのちょっと小ネタとかね、小技なんかもね紹介していければいいかなと思います。あとはね、注意した方がいいバグとかそういうのも紹介していきます。それで行きましょう。うわ、どれが本物かわからない。あなたです。ははすげえ、赤く光るわこれ、すごいわ。こいつだ。ミラージュ弱いかもしれない。これレイスのウルトはどうやろ。あ、わかる。すごいな。オルターはわかる、こいつだ。ミラージュ、これちょっと弱なったな、ちょっとな。はい、次なんですけど、今回のアップデートじゃなくて、もしかしたら前回のアップデートからかもしれないんですけど、ちょっとね、どっちかわからないんですけど、コースティックのウルトに関してですね、コースティックのウルトって、スロー効果に関して、以前のアップデートで修正が入ったじゃないですか。ずっと遅くなるんじゃなくて、最初だけ、スロー効果が発生すると。で、その代わりダメージが増えますよっていうね、コースティックに調整が、先月ぐらい入ったんですが、今ちょっとよくね事象が起きてまして、何でも味方のコースティックウルトでスロー効果が一瞬発生するみたいなことをやっていこうかなと思います。深呼吸しよう。確かに遅くなるね。で、なんかガスの修正が入ったのが1ヶ月前から、その時からかもしれんけど、なんかね、今シーズン入ってからこの声が大きくなったんで、もしかしたら今シーズンから、この調整が入ったかもしれません。味方でも一瞬遅くなるっていう、そういう弱体化ですかね、が入ってますね。はい、次、うちのチャンネルでは恒例のシリーズ、フィニキャン強い選手権なんですけれども、一部のキャラクターをフィニッシャーキャンセルをすると、敵が背中を向けるんで、格殺がめちゃめちゃ早いですよっていうね、そういうね、フィニッシャーキャンセルネタをね、うちのチャンネルでよく紹介してるんですが、新キャラオルターが出ましたので見ていきます。オルターは実はね、デフォルトのフィニッシャーで敵を後ろに向けることができるんで、すぐにね、格殺することができます。標的を倒した。なるほどね。なるほど。ちょっと後ろ向くね。まあ、だからオルターで敵をキルした時は、フィニキャンをして撃てば、すぐにアーマースワップができますよっていうことなんで覚えておいてください。はい、続きまして、ちょっとクリプトに関してなんですけど、かなりね、不可解な現象が起きてるんで、皆さんもね、ぜひ覚えておいてほしいんですけれども、クリプトのリブートですね。クリプトのリブートって、大体、はい。30m ぐらいが効果の範囲なんですね。例えば、まあ、29とかかな。この辺、30は当たらないんですよ。EMP 起動。ほら、当たらないですよね。ただ、ちょっと不可解なことが起きてまして、まずクリプトでこのネットワークエクスパンション、EMP の効果範囲を 25% 拡大するというパークを、選択します。で、ドローンを置いて、で、まあ、32、3m 離れてみると、まあ、当然、まあ、届きます。なぜならパークで強化してるから。ただこれちょっとキャラ変えまして、はい、こんな感じして元に戻してクイックマーク選択します。クイックマークでドローンの挙動を速くするやつを選択して、まあドローンを置きまして、そしたらネットワークエクスパンションを選択してないんで、まあ大体32m、これ届かないはずなんですよ。届かないですよね。はい、届くんですね。あくまでこれ演習場だけのバグやんって皆さん思うじゃないですか。クリプトのエフェクトの範囲はここまでやのに、実際のダメージ判定はちょっと後ろまであるみたいな。これ演習場だけのバグじゃねとか思うんですけど、実はこれ実際のランクで起きてまして、自分が
クイックマークを選択したとしても、敵のクリプトがネットワークエクスパンションをどこかでオンにすると、そっちが他のクリプトに上書きされるっていうバグが起きてます。伝わったかな今の。もう一回言いますよ。自分がクリプトでクイックマークを選択してドローンの挙動を良くしても、敵のクリプトがネットワークエクスパンションを選択したら、他の敵のクリプトにネットワークエクスパンションが強制的に上書きされるっていうバグがあるみたいです。そしてこんなことが起きます。今裏行った本で言うと、あら、あった。なんで俺食らうのこれ。え、当たったの、ね、なんか範囲おかしいよなそれ。バグってるよ。僕アンチ外だ。この上書きが入りますと、たとえクイックマークを選んでもドローンの挙動は改善しません。で、そのネットワークエクスパンションを選択しているクリプトが全員死ねば、クイックマークがちゃんと機能します。何このバグ。マジで意味わからん。はい、続きまして、バリスティックがサイレントパッチで強化入ってますね。これ何かと言いますと、こちらですね。これですね。スピーディーウィスラー。スピーディーウィスラー。ウィスラーが命中すると短時間速度が上昇するなんですけれども、こちら強化入ってまして、以前までですね、レベル2回分ぐらいの時間しか加速しなかったんですよ。こちら、以前のクリップですね。あ、早いね。あ、早いけどこれマジで一瞬やん。はい、で、今はどうなってるかと言いますと、左上の VEL、ベロシティをね、よく見といてください。スマートバレットが標的に当たった。はい。以前は一瞬やったんですけど、今は2秒ぐらい増えてるんですよね。だから今回からは、ちゃんと打ち味に使えば、普通に強いですね。スマートバレットが敵に命中した。はい。以前よりも2秒弱ほど速くなってるんでね、ぜひね、打ち合い中にスピーディーミスラー意識してみてください。次はこれ小ネタなんですけど、アークスター直差しされた時にオルターは戦術で回避できるっていうことで、ちょっと見ていきましょう。撃たれてる。レイスを開けるよ。あ、なるほどね。食らわないね。なるほど、レイスの虚空みたいな感じだね。まあ、とっさにこれができるかどうかわからんけどね。はい、次オルターのパッシブに関して結構ね、かなり絶対に覚えといた方がいいね、小技があるんでね、ぜひね知っておいてほしいんですけれども、オルターはまあ遠巻きからね、デスボックスから物資を取ることができるっていうのはね、皆さん当然ご存知かと思うんですが、実はそれだけじゃなくてですね、普通にデスボックスが漁れる距離が他の距離より長いんですよ。例えばこれ壁越しですけど、ほら今ここホールドでマサオくんのアイテムを1個獲得ってあるんですけど、ちょっと近づくとほら、ホールドでマサオくんのアイテムが表示ってなってるんですよね。つまり壁越しでこれぐらいの距離の物資を普通に漁れるんですよ。ほら、当然アーマースタッパーできますよ。あ、もう消えてるわ。まあ、こういうね、ドアファイトでデスボックスが反対側にあることなんて結構日常茶飯事だと思うんで、ぜひね、この小技は覚えておいてください。はい、続きまして、サポートキャラに関してサイレントパッチが入ってるんで、これちょっと押さえておいてください。今ちょっとクリップ流してますけど、このように、ライフラインとか、そういったサポートキャラがいるときって、当然味方のバナー回収の時間が切れても、後からレプリケーターで、バナーを回収することができますよね。ただとはいえ、野良でランクやってるときに、いやもうね、例えば、なんだろう、シルバー帯とかブロンズ帯って、マイナス0とかマイナス20やから、そんなに RP 解けないやん。だから一応レプリで起こせるけど、ちょっともういっかなってことで、バナー回収時間終わったから、一旦抜けようと。抜けて次のマッチで、RP もろっていうことあると思うんですけど、今シーズンからそれマジでやらない方がいいっす。というのも、今シーズンから味方にサポートキャラがいる状態で、バナー回収時間が過ぎた後、ランク抜けようとすると、ペナルティ食らいます。はい。放棄で、めちゃくちゃ RP 解けるし、ランクがしばらくプレイできなくなるんで、マジでやらない方がいいみたいですね。で、これ一個問題があって、デプリケーターが近くにない時とか、レプリはあるけど、もう蘇生できる場所ないよねって時に、ね、抜けたらワンチャンペナルティ食らう可能性あるんですよ。いや、もう絶対起こせないのに、なんか、村の感染見なあかんみたいな。ね。
これどうなんかなって感じですよね。まあ、サポート味方にいるときはちょっと気をつけてください。はい、続きましてこちらは新シーズンのネタではないんですけれども、最近ツイッターで、話題の、オクタンの赤ジャンプパッド、エアボーンアジリティを使った新しい、キャラコンといいますかね、ネタがあるそうなんで、そちら見ていこうかなと思うんですが、オクタンのジャンパって普通に飛んだら、これぐらいの距離なんですよ。はい、ここで着地で、スライディングでちょっと進むかなぐらい、はい、ここら辺かな。で、2回目のジャンプの速度はだいたい800ぐらい、そして800、2、30でしたよね、今。はい、2回目のジャンプは800、2、30。ただ、この赤ジャンプパッドで2回目のジャンプの瞬間にジャンプと後ろキー、S ですね、 S とジャンプキーを同時押しすると、あ、超音押しですよ、超音押しすると速度が1000以上出てすごく遠くまで行けるっていう、まあ、そういうものがね、発見されたそうなんですよね。そちら見ていきましょう。やってみますね。はい、結構いけちゃうよっていう。で、左上でベロシティ見てもらったら分かるんですけど、速度も1000以上出てます。はい、途中加速するよね、これ。はい、こんな感じで途中から加速して1200くらいいくんですよね。はい、なんか途中2発目ね、ロケットみたいにデューンっていくんですよね。まあ、だからオクタン使いは覚えといてもいいかなっていう、まあ、そんなキャラコンですね。あ、そして今回ね、アップデでまさかの何の強化もなかったシアなんですけど、今回ね、サイレントパッチないですかって聞いたところ、やっぱりなかったです。あるわけない。はい、というわけで今回の動画、知らんもんが1個でもあったって方はね、高評価ポチッとね、よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。実はね、これチャンネル登録って無料でできるんですよ。